皆様、こんにちは。溝上新一の教育論、動画チャンネル、ナンバー300。えー、本日は身長の紹介でございます。えー、松下佳代先生の編長、えー、ミネルバー大学を解剖すると、えー、題するご著書をご紹介いただきます。えー、副題は私がつけたものでございますけれども、えー、コアコンピテンシーを自身のツールとして徹底的に身につける教育と、えー、ミネルバー大学を見ていくポイントいくつもありますし、あのミネルバー大学はの高等教育のですね、えー、非常に多くのあまあ問題点とか、 課題をでですすすねね克服しししててて、まあ、つの実践体としてあの、まあ、示している大学ですからあの本当にに勉強になります、ね、でその中でも、私が最もですね、ミネルヴァすごいなと思うのは、この副題につけたところです。はい。あの、議論のところも合わせてね、えー、まあ、松下先生と深掘りしておりますので、えー、合わせて、この本編、そして議論とですね、あの、ご覧いただければと思います。えー、松下佳代先生、こういう方ですね。京都大学大学院の教育研究家、 私があの、京都大学にいた時の、もう一番長くいた、あの、隣にいた同僚の先生でございます。たくさん、あの、教えていただきました。あの、松下先生編集のミネルバー大学の設計書というのが、えー、前著でありまして、あの、ミネルバー大学について、こう、一番、こう、まあ、いわゆる、こう、解説しか書かれているのは、この本ですね。あの、日本語で紹介されている。そして、今回の、えー、この本ということになります。で、これは、あの、ミネルバー大学の、えー、ご紹介もいろいろあり ありますけれども、あのどちらかといったらあの大学にこうどういうふうにこうね、えー、まあ、いわゆるインプリケーションと言いますか、あの適用可能性を考えていくかということで、えー、書かれている本だとあの聞いております。まずは松下先生のですね、あのご説明伺ってまいりましょう。で、えっとミネルバ大学について私たちは最近あの二冊の本を えー、刊観光しました。で、一冊目は、あの、翻訳で、ミネルバ大学の設計書っていうふうにタイトルをつけて、えー、出しました。これについても、あの、このチャンネルですでに紹介させていただきました。で、今回ご紹介するのは、9月に出ました、ミネルバ大学を解剖するっていう本です。えっと、まあ、ミネルバ大学のことは皆さん、あの、ご存知の方も多いかと思うんですが、2012年に設立された、まだ、比較的新しい大学です。 で、この大学は世界で最もイノベーティブな大学というふうに言われています。えー、まあ、簡単な特徴を申し上げますと、えっ、ー、と、まずアメリカの小規模リベラルアーツ大学です。1学年150名程度っていうので、これはあのダンバースっていうのを元にだいたいそのくらいに設定しているらしいです。 で、世界の7都市を移動しながら学習するってことで、あの、特に有名かと思います。最初の1年がサンフランシスコ、その後、そこに書いてますように、ソウル、ハイデラバード、ベルリン、ブエノサイレス、ロンドン、台北というふうに移動していきます。ただ、あの、実質的にですね、半年って言っても、あの、サマーインターンシップとかを入れると、 その都市にいる,いるのはですね、だいたい4ヶ月ぐらいなんですね。で、慌ただしいということで、そこの都市での経験が十分積めないという理由で、えっと、近く4都市に変更されるそうです。で、その際に、サンフランシスコと東京はもうすでに決まっていて、残りの2都市をこの中から選ぶということになっています。そして、あの、これも、あの、よく知られてるんですが、 自前のキャンパスとか校舎を持っていません。で、都市をキャンパスにした活動をやっています。で、都市の様々な人たちと、あの、まあ、プロジェクトをやるっていうことで、あるいは、えっと、その、都市の文化施設を使ったり、その、都市の人々と一緒に、あの、えっと、部活みたいなことをやったりしている学生もいます。それから、フルオンラインでの小人数アクティブラーニングです。すべてのクラスが19人以下、 に設定されていますで、えっと、すべて、えっ、ー、と、オンラインのアクティブラーニングです。で、えっ、ー、と、評価も特徴的で、学びの成果と、それから4年間ずっと、あの、追跡していくような、そういう、あの、評価をやっています。教員は世界中に散在しています。あの、フルオンラインですので、どこからでも、あの、アクセスできる。ただ、えっと、職員は現地に、 え、居住して学生たちのあの面倒を見るっていうふうになっています。で、えっと、入試の広報活動っていうのはやらなくて、学生たちがこうアウトリーチ活動をやる、えー、教職員もですけども、そのアウトリーチ活動をいろいろな媒体を使ってやることによって、えっと、学生を呼び込むということをやっています。 と、ミネルバ大学設立の意図ですが、まあ、あの、この設立者であるベン・ネルソンはですね、アメリカの高等教育の抱える問題として、えー、こういうふうな 4, 4点を挙げています。 で、一つは、その、大学が卒業後の社会や生活に対して準備できた状態にまで学生を育てられていないということです。二番目は、大学教育があまりに高額になって、ほとんどの学生が負債を抱えて卒業しているということ。三番目は、半数以上の学生が卒業できておらず、卒業できたとしても十分授業にまあ関与、まあ、エンゲージメントできていないということ。そして四番目が、 えっと、入学者選抜において、国籍、人種、社会経済的地、レガシー、これはあの、卒業生の近親者をまあ優先的に入学させるっていう、そういったことで、本人の能力以外の要因で定員枠が設けられているってことです。で、このミネルバ大学はこれらの問題を解決し、世界のリーダーを育成するために、自分たちの設定した原理、原則に従って、意図的に ゼロから立ち上げた大学なんですね。で、これあの、ミネルバ大学の設計書、訳したんですけども、その、えっ、ー、と、現代は the、ビルディング・ズインテンショナル・ユニバーシティ、インテンショナル・ユニバーシティで、まさに意図的に作り上げた大学であるってことが、このタイトルにも示されていると思います。えっ、ー、と、彼らの掲げるミッションは、世界のために批判的な知恵を寛容するということです。 そして、そのために最上位の目標として、プラクティカルノレッジ、まあ10って訳しましたが、その実践セの育成を掲げています。で、そのためにですね、目標と、まあカリキュラムや学習活動がまず組まれているわけですけども、このカリキュラムと学習活動っていうのは、成果教育はオンライン授業ですけども、その、まあペアというか、えー、それを補うものとして純正化、 活動、課外活動っていうものが非常に重視されています。で、ここは経験学習で行われます。で、ミネルバは、まあ、フルオンラインで有名になったんですが、彼らは自分たちは学習スタイルとしてハイブリッド学習っていうものがいいというふうに考えているということを言っています。です。このハイブリッド学習はいろんな あのレベルで考えられて、まあ、一つの授業の中とか、一つのコースの中、そして、えっと、カリキュラムとか、 この、えっ、ー、と、大学の学習活動全体っていうような形で考えられます。えー、ミネルバのこのやり方っていうのは、大学の教育活動全体で考えた場合には、オンラインと経験学習のハイブリッドで考えてるっていうことになります。で、今言った成果教育と純成果、課外活動の関係ですけども、これはあの、前のあの、チャンネルでもお話ししたんですけども、まず1年生の一般教育で、汎用的能力というものを学びます。 そしてそれはずっと4年間学び続けるんですね。そして2年生になるときに5つの専攻に分かれます。で、専門教育を行っていくんですが、まあ、ダブルメジャーとかメジャーマイナーとかが推奨されているので、だいたい2つぐらいの専攻を学ぶ学生が多いです。で、3、4年生をかけて、キャップストーンプロジェクトっていう卒業研究のようなことをやります。 そして4年生にはシニアチュートリアルって、これちょっと普通のチュートリアルと違うんですが、4年生でやる学生がですね、だいたい4人ぐらいと教員が1名入って、自分たちが教えるっていう経験をするんですね。一つの授業科目を5人ぐらいで、えっと、作って、 で、それぞれの学生が、まあ、リレー式で教えていくっていう、だから教えることで学ぶっていうことをやっているわけです。もう一つの純正化課外活動は、その7都市を移動しながら、多国籍、だたいまあ、今まで100カ国ぐらいの学生がミネルバに入学してきたそうなんですけども、そういう多国籍の学生たちと寮生活をやっていきます。その成果の授業で習得したコアコンピテンシーと HCs を、成果の授業だけではなくて、 滞在都市での多様な他者,他者との共同による純正化活動の中でも活用して、で、自分のものにしていくんですね。フォアコンピテンシーっていうのは何かっていうと、ここに挙げています、批判的思考、創造的思考、効果的コミュニケーション、効果的インタラクションのこの4つです。 コミュニケーションとインタラクションの違いが分かりにくいかもしれないんですけども、コミュニケーションっていうのは、言語的、あるいは非言語的、あの、例えば映像とか、そういったものを使ってですね、他者に自分の考えを発信していく、伝えるっていうことがメインです。インタラクションは、まあ、一緒にコラボレーションをやる、さ、ま、まさに他者と総合作用をしていくということです。 で、ただ、これだけではあまりに抽象的なので、ミネルバの特徴は、それを約80個の Habits of Mind and Foundational Concepts って言われるものにまとめ上げていることです。で、これは、まあ私たちは知の習慣と基本的概念っていうふうに訳しました。 まあ、ハビツ・オブ・マインドっていうのは、教育学ではかなり、あの、よく使われる概念で、まあえー、心の習慣とか、精神習慣とか、思考習慣とかいうふうに訳されることもあります。で、この HC 図がミネルバの中核にあるっていうふうに言っていいと思います。と、今80校ですが、もともとミネルバ大学の設計書の段階、2017年段階では、114校上がってました。それを絶えず、こう、 更新してるんですね。で、今、だいたい80個ぐらいに収まってます。で、この h ーズの例としては、まあ、ここにちょっと5つほど挙げたんですけども、例えば、あ、全部ハッシュタグをつけて呼ばれるんですが、ハッシュタグコーリレーション、相関関係と因果関係を区別する。これ、大学の中では本当に基本的なことだと思います。それから、ハッシュタグギャップアナリシス。 どこにこうギャップ、現状と目指すものとのギャップがあるのかっていうことを分析するってことですね。それからハッシュタグアルゴリズム。これはアルゴリズム的な方略を適用する。それからハッシュタグオーディエンス。これは文脈相手に合わせて口頭や文書での表現の仕方を変えるっていうことですね。それからハッシュタグナジなんていうのもあります。これをですね、ただその、えっと、それぞれの h ーズをな訓練、 学んんでいいくくっててうんじゃなくって1年時にはビッグクエスチョンを通じて学びます。例えばどうすれば世界の人々に食料を供給できるかっていったような大きなあの人類がえっと抱えている大きな課題ですね。そういったものを解決するっていう文脈の中でこういった道具をえっと学んでいきます。そしてえっと2年生以降も3年間その専門教育の中あるいは あの、純正化活動の中でこれを活用しながら、まあ、言い換えれば転移させながら学び続けるわけなんです。なので、非常に汎用的ではあるんですけども、脱文脈的ではないっていうところがミソかなと思います。いろいろな文脈で使えるようにすることで、だんだん、その、使える範囲を広げていくことで、汎用的にしていくっていう、そういうやり方が取られています。で、これが、えっと、HCs のリストです。 で、多分、ミネルバ大学の最もイノベーティブな部分っていうのは、ここにあるんだと思います。で、えっと、それは、まあ、ミネルバ大学がいろんな、あの、大学や、えっと、あと、企業研修とか、あの、あるいは、高校教育にも今、範囲を広げてるんですが、その時に、どこでも行われているのが、この HCs 的な、あの、内容なんですね。 例えば、えっと、グローバルローテーション、あの7、7都市を移動していくなんていうのは、あの、ほとんどの、あの、大学では行われてませんけど、この HCs 的なものは全てに入っています。で、先ほど言いました5つは、こういうそれぞれのところにこうやって入ってるんですね。で、汎用的能力の、あの、育成の可能性に関しては、これまで、あの、いろんなことが言われてきました。 えっと、教育学心理学ではかなり否定的な見解もありました、えー。汎用的能力なんでそもそも存在し得るのかとか、変異は可能かとか、あまあ、育成とか評価ができるのかとか、そういったようなことですね。例えば、あのその代表的なものは、あの、認知科学者の鈴木宏明さんの批判です。非常にそういったものは教育可能性が低いということが、認知科学の実験からわかっている。 にも関かかわらずそういう目標を立てて、大学教育をごく遊びに変えてしまっているっていうかなり痛烈な批判をなさっています。一方、肯定的な見方もあって、このバーネットとセシのあの論文は、あのミネルバでかなり重視されている論文なんですけども、これは約一世紀に及ぶ様々なあの転移の研究をレビューして、で、それがどういうふうにあの、えっ、ー、と、転移ができるとかできないかっていうのが、どういう条件、 の違いによって、その結論が変わっていくの、変わっているのかっていうことを、えー、と、レビューした論文です。これをもとに、ミネルバでは、あの、まあ、挑戦しているわけですね。こういった、あの、汎用的な能力っていうのが果たして育成できるのかどうか。そして、それは、どういうふうにやればできるのかっていう、あの、まあ、壮大な挑戦をやってるんだと思います。 なので、この,あのミネルバ大学を解剖するを読まれるときには、その試みが成功しているのかどうかということを見ていただければなというふうに思います。で、そのために私たちはインタビュー調査と訪問調査をやりました。インタビュー調査は計35回で、えー、学生、えー、教職員、えーえー、関係者を含めて、えー、と全部で、えー、と計25名です。あ、すみません、学生は20名です。 で、その学生のうち4名については、約3年間、縦断的インタビューを実施しました。そして、訪問調査も行いました。ブエノスアイレスでは、授業観察と、シティエクスペリエンスっていう、あの、純正化活動の参与観察をやりました。それから、あの、インタビュー、グループインタビューも行いました。それから、台、台北ですね。こちらは、あの、インタビューを行いました。 で、こういったものを通じて学生からミネルバってどういうふうに見えてるのかとか、それから学生は4年間でどう学び成長したのかっていうことを明らかにしようとしたのがこの本です。内容はこんな感じになっています。まず序章ではミネルバモデルとは何かということを書いています。そして第1章が目標とカリキュラム。第2章が学習評価。そしてそれに関する少し専門的なコラム。 それから第3章が事業法。第4章が純正化課外活動。第5章が教職員。第6章が,個々が、ここが学生さんたちにえ、特に4名のずっと追跡調査をやった学生さんについて、えー、それぞれの、がどういうふうに成長したのかっていうのが分かる章になっています。 それからこのエッセイは、えっ、ー、と、ベネスアイレス調査の模様を少し、あの、エッセイっぽく書いたものです。それから、終章は、こういったものを、えー、まとめる章で、ミネルバ大学の、えっ、ー、と、インパクトっていうことを明らかにしようとした章です。それから、フロンは、ミネルバプロジェクトの動向っていうものを書きました。で、ミネルバプロジェクトっていうのは何かというと、ミネルバは、 あの、ミネルバと名前がつくものに二つありまして、ミネルバ大学とミネルバプロジェクトっていうのがあるんですね。で、ミネルバプロジェクトっていうのがまず立ち上がって、で、その、えっ、ー、と、しばらくミネルバ大学っていうのは、ミネルバスクールスアット KGI っていうちょっと変わった名称で呼ばれてました。これは、 あの、アメリカのアクレディテーションは非常に厳しいんですけども、アクレディテーションというのは適格認定ですが、非常に厳しくてですね、実績を積まないと、えっ、ー、と、アクレディテーションが降りないんですね。で、そのためにまず、この大学院大学の参加に入って、実績を積む。その間には、こういうミネルバースクールズアート KGI というふうに呼ばれていたんです。で、えっ、ー、と、アクレディテーションが降りて、晴れて、ミネルバーユニバーシティとして独立した。 そして、それが20 2021年です。で、その時に、このミネルバプロジェクトっていう、営利教育企業と非営利教育機関のミネルバユニバーシティに分かれたわけなんですね。で、このミネルバプロジェクトっていうのは、このミネルバモデルの普及や拡張をやっています。先ほど言いましたように、中等教育から、えっ、ー、と、大学、大学院、それから、えっ、ー、と、企業研修までその範囲は広がっています。で、 じゃあ、日本の大学へのインパクトはっていうことなんですが、これ先ほどのものを再建したんですが、このうちですね、まあ、丸四はあまり日本には当てはまらないかと思いますが、えー、それ以外は多かれ少なかれ日本の大学にも当てはまると思います。特に丸一ですね。これは、あの、日本の大学には本当に当てはまるんじゃないかなっていうふうに思うわけです。では、このミネルバ大学の試みは、 日本の大学にどのようなインパクトを与え得るのかということです。実はすでにあの影響は現れています。 で、高等教育政策で言いますと、えっ、ー、と、2022年の9月に大学設置基準の改正が行われたんですが、この時に教育課程等に関する特例制度っていうのができまして、遠隔授業の60単位上限っていうのが今、あの、普通にはあるんですが、その上限を撤廃するとか、校地・校舎面積基準っていうのもあるんですが、特例制度を使えばそれを、えっ、ー、と、 撤廃するっていうようなことがあ、そういう制度が設けられました。これはミネルバ大学の影響を受けています。それから大学に関しては、えっ、ー、と、まず通信制大学ですね。全、えー、大学、今、責任化申請中ですかね、まだね。えー、ここもオンライン事業なんですけども、地域や企業と連携した課外プログラムをかなり取り入れています。 それから、里ノ場大学は、その別大学の通信教育課程と、その日本の国内ですが、地域を巡りながら PBL をやっていくっていう、この二つを組み合わせています。それからもう一つ、通学生大学では、青春女子大学文学部の地球市民学科、もう少しすると地球市民大学、あ、み、 地球市民学部になりますけども、こちらが、えっ、ー、と、101のコンセプトっていうので、この h c ズを少し、あの、直した、修正した、アレンジしたあものを取り入れています。じゃあ、ミネルバ大学というのは結局何だったのかってことなんですが、あの、ミネルバは本当に各要素を見てもイノベーションを行っています。あの、今見ましたように、授業、ICT 活用、キャンパス、まあ、これ、 キャンパスを持たないでグローバルローテーションをやっていく。そして目標やカリキュラム、えー、入学者選抜、学習評価、学費や教職員。そういったものについて、本当にそれぞれのところでイノベーションが見られるなっていうふうに思うんですけども。 ただ、それだけじゃなくて、これらの要素が、相互に関連して作られた一つの計まとまりをなしている、そのまとまりこそがミネルバーモデルなんだと思います。で、そのモデルの中核は、HCs を軸として構成されたカリキュラムと、それからもう一つは、オンライン学習、アクティブラーニングと、経験学習のハイブリッド学習。この二つですね。この二つは、 このミネルバモデルを取り入れたすべての教育機関に見られるものです。ただ、このミネルバモデルは K を成しているので、例えばある要素だけを抽出したり、関変したりすることが、K の他の要素に影響を及ぼすということには、あの、注意をする必要があると思います。 えー、フルオンラインのアクティブラーニングだけを取り入れるってことはきっとうまくいかないですね。えっ、ー、と、それは身体性を伴った、先ほど言いましたような純正化活動とか寮生活といったような交流や経験があってこそ、この二つが対になって学生を成長させていくんだと思います。それから旅する大学っていうのは、例えば、 一人の学生がやろうとしてもやっぱりうまくいかなくて、まあ同学年の学生集団がコミュニティを作っていて、そのコミュニティが移動していくからこそ、なんていうかな、あのいろいろな土地に馴染んでいくっていうことも、まあできるのかなと。なかなかやっぱりメンタルヘルス上、いろんな土地で、 えっと、生活していくっていうのはかなりストレスを与えることですけども、そのコミュニティがあるからこそそこを乗り越えられているんだと思います。で、導入における潜在的な問題点ということですが、大きく4つあります。一つは、HCs とその各専攻で専門的な知識、スキルを学んでいくということをどう、 両方を組み合わせることで、広さと深さと両立を図るっていうふうになってるんですけども、見た感じでは、やっぱりこう広さの方に頂点が置かれすぎてるかなっていうことですね。これは学生もそういうふうに言ってます。 それから分野による適合性の違いってこともあるかなと思います。やはり自然科学系ですと、あの日常的に教員や上級生たちと共とに実験やフィールドにこうどっぷりつかるような生活を、まあ、専門教育に入るとなる、やるんですけども、そういったことはやっぱりなかなかできないです。それから教員の機能文化ってことですね。えっ、ー、と、ミデルバの教員は教育に専念することを求められます。で、任期付き、3年人気付きで、 えっと、最長でも1回更新だけ、えー、最長6年間っていう人気になっています。なので、教育と研究の両立を図りたい教員とかいうこと、あるいは、えっと、雇用流動性が低い日本社会にはちょっと適用しにくいかなっていうふうにも思います。それから、まあ、大学のビジネスモデルっていうところに引っかかりを覚える人もいるかもしれません。すごくあの適用、あの、社会への適用っていうことが、 に思いき置かれています。ただ一つだけ、まあ、あの、えっと補足しておくと、この適応っていうのは、単なる今の社会にもう慣れていく、適応していくっていうことだけではなくて、今の社会に不満があったら、えっと、新しいものを作っていく創造っていう、 ことで適応していくってことも含まれています。まさにミエルバ自身が今の高等教育に不満を持っているから、こういう新しい大学を作るっていう形で、えー、その適応したわけですね。で、ミエルバから何を学ぶかっていうことですが、私はそのミネルバ大学っていうのは、アメリカの高等教育の抱える問題に対して、その常識ですね、キャンパス施設が必要だとか、対面、授業は対面だろうとか、 合格の学生ローンは仕方がないとか、属性によって定員枠を設けるのが、あの、構成なんだとか、そういったものを問い直して、大学を構成するそれぞれの要素を見直し、テクノロジーの力を最大限に活用して、新結合ですね。まさにノイノベーションの元々の意味ですが、その新結合を作り上げたっていうことが、ミネルバ大学なんだっていうふうに思います。なので、 このミネルバ大学っていうのはいろんなどこでも使えるような大学ではないというふうに思います。実際あの学生もですね、こう全然万人向けの大学じゃないっていうふうに言っています。 なので、日本の大学がなんかミネルバから学ぼうとしたら、表面的部分的な模倣にとどまらず、大学教育の常識を問い直し,し自分たちならではの新結合を生み出すことにつなげるっていう、そういう、こう、姿勢を学ぶっていうことが必要じゃないかな。で、その中で、まあ、部分的に学べるところもあるかもしれませんけども、その時には、要素間の、やっぱり相互作用ってことに気をつける必要があるかなっていうふうに思います。 最後に宣伝ですけども12月の1日にあのこの出版記念シンポジウムを、えっと、中央大学の明賀谷キャンパスで行いますそこにはあの水上先生も指定討論で参加してくださいますのでまたあの卒業生にも2人来てもらいますのであのぜひご参加いただければと思います。